今朝のコメンテーター、京都大学大学院教授藤井聡さんです。藤井さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。藤井さん、昨日は結構外お出になりました。はい あはい出てましたね暑かったですよね暑、はい、いですね,ねもうとんでもないですねそうですえ昨日はですね西日本東日本の広い範囲で高気圧に覆われ全国914地点のうち、うん、九州東海関東中心に 1132地点で猛暑日となるなど厳しい暑さに見舞われました、まあ、東京都心も35.1度まで行きまして1942年、はい、82年前ですね9月12日を抜いて観測史上最も遅い猛暑日となりました で気象庁によると京都の舞鶴で37.9度福岡の朝、えー、倉市で37.8度福岡県太宰府37.5度、はいうん、もう微熱って感じですもんね全国で年間過去最多となる60日目の猛暑日を記録しました。うん 九月ももう今日十九ですから下旬になってくるというところなのに暑いですね。想像絶する状況ですよね。そうですね。富士山ところで、あのエアコンお使いですか？あ使ってます。あ良かった良かった。あの私もそうだったねそうだったんですけど富士山もあの頑張ってらっしゃったからあんま使わないんですけどね。いやもう今年もしょうがないですよね。そうですね。まあただあの東京も昨日三十五点一度今。 お伝えしたように82年ぶりのこの猛暑日最も遅いという猛暑日を更新した。でも82年前もそんな気温高い時があったんですね。あったんですね82年前ねそうなんですよ。もうだからその頃ってのはまあ地球温暖化とかおそらく言われてないはずないですからね。まあだからこれは長い目で見るとそういう時も起きるということも言えるんでしょうね。そうですね。 はい、何でもかんでも地球温暖化、地球温暖化なんてね、ええ、言いますけど、必ずしもそうでもないんだなってことですね。ええ、そういうねデータがここで出てきてます。うん、で、西日本東日本では今日そして 明日もですね厳しい暑さが続く見通しで都心は33度くらいになると予想されていますで21日明後日からは秋雨前線の影響で広い範囲で雨となり猛暑も収まってくるという見込みですまあ、厳しい暑さもあと少しの辛抱というところですがでも藤井さんよく言ったもんで、はい、あの暑さ寒さも悲願まで、うん、終分の日が近づいてますからね やっぱり今年もこの秋分の日あたりで涼しくなってくるんですね <laughs> まあでも今年の場合は猛暑の猛が取れるぐらいですよね。あそうですね,ね確かに 残暑は続くという感じです、ね、のとはちょっと違うんでしょうねまた湿度も高いと蒸し暑くて決してこの、ねね、気温が下がってもあんまり変わらないぞという感じもしますしねこういうニュースも入っています。 9月に入っても猛暑が続く中都内のラーメン店では夏の風物詩である冷やし中華の販売がまだ続いているといいますえ東京都台東区にあるラーメン店くまぼっこでは2024年販売期間の延長を決定したとお店の方によると例年だとお盆終わりからあ徐々にフェードアウトしていくが冷やし中華の需要が高まっているので続けていますとしています。 冷やし中華まだまだ食べたいって方がさっぱりもしてますしねもちろんねだか夏そのものですからね、はい、そうですね,ですね、えー、藤井さんのところで冷やし中華今年召し上がりました <laughs> 僕はは食べてないない<で>今年はねね私もです、ねうん 回、えー、も食べてないですね。食べてないですね。えーうん、まあいつでも食べられると思うとね、そんなにこうあさ、うん、あの焦って夏だ冷やし中からとまでは思わないですね。<laughs> すねすねかきかき氷いかですか藤井さん。かき氷食べたかな。 ええ、いやあんま食べてないです、ね、て私も食べてないんですけど <laughs> す、ね、これも結構今、ね、あの場所さえこう行けば冷や,しうあ冷やし中華もある程度食べられると思うんですけどかき氷もね一年中食べられるところもできてます,もそうですね。 いろんなも買ってたりとかやそうですねなんか非常にゴージャスなんですけど値段もゴージャスでねいいお店あって昔はだってかき氷どうせ氷書いたもんだろうみたいなねそういう感覚があったんです今やっぱりそういうのとは違いますからね変わってますよね何かこうアートの感じがしますけどね見た感じで子どもの頃はかき氷楽しみでしたよね家で作って手でガリ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 回しながらそう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 ねえ でシロップ買ってきてねそうですねであのメロンだいちごで,で食べ終わった後にベロベーって出して真っ赤になってるすねそうですね真っ赤になってるってね、えー、体に悪そうやな <laughs> ってね <laughs> そうですね、えー、食べてましたよねあの当時はありましたねええありましたよねえー、でも決して今のようにこの淡雪のような氷じゃなくて違いますね、えー、なんだかガリ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 してる感じのんちゅうか あの氷を特殊なね<っ>かき氷用の氷を作って何、はいえーね、ていうんですかね円形のねそうですで作って、えー、う書いてましたね手回してね楽しかったですよねあれねああそうです懐かしいですねはい。 時刻六時十一分です。今朝のコメンテーターは、京都大学大学院教授・藤井聡さんです。ニュースピックアップ、こちら。日経新聞 FRB 零点五パーセントの大幅利下げ決定 FRB アメリカ連邦準備。伊勢沿理事会は十八日、FOMC アメリカ連邦公開市場委員会で、通常の倍となる零点五パーセントの利下げを決めました。 エコノミストの多くは0.25%の利下げ幅を予想していましたが同時に公表した経済見通しは年内残り2回の会合でさらに2回分合わせて0.5%の利下げを予測する内容となりました。 利下げは4年半ぶり政策金利の指標であるフェデラルファンド金利の誘導目標4.75から5.0%としました直前の金利先もの市場6割が0.5% 4割が0.25%の利下げを織り込んでいましたゴールドマンサックスなど大手金融機関のエコノミストはおおむね0.25%を予想していました アメリカの金利の利下げですが、まあ、0.25%という予測も出てはいましたが、うん、結果的に0.5%の利下げ、藤井さん、これはどうお感じでしょうかあそうですね、もう前から下げろ下げろって言ってましたから、下がるのはもう分かってたわけですけれども、はい、やっぱり下げてきたと、でしかも0.25じゃなくて0.5というね、はい、もうあの思い切った引き下げを行ってきたということですよね。えーはい、これは あ為替にものすごく影響が出てくるでしょうねそうでしょうね、えー、現在為替はですね、1ドル142円19銭あたりで推移をしているという感じですねニューヨーク株式を見ると今あ前の日よりも103ドル8銭と値を下げて41503ドル10センというこういう数字が出ていますで記者会見したパウエル議長ですが大幅利下げに踏み切った理由について 後手に回らないという決意の表れだと説明経済と労働市場の強さを維持し物価抑制のさらなる進展を可能にすると狙いを解説しました、まあ、最近経済指標によって物価上昇率が持続的に目標の2%に向かっていく確信が深まったと強調したといいます。年年年のの月月かかららにの利上げを実施してから1年 年余りが経過強い金融引き締め物価と雇用の勢いを鈍らせてきましたまあの FRB の目標としては物価の安定と雇用の最大化これが目的ですで高インフレの再燃懸念が小さくなったため FRB 雇用の悪化リスクに強く対応する姿勢を示したといいます大幅な利下げこれを受けてですねアメリカのインフレまあ、これが再燃するというケースはこれどうなんでしょうね うん、そんなにね、あのはい、激しくはないんじゃないですかね。続いてはこちら、毎日新聞、岸田総理、派閥に1億円寄付。 岸田総理が自民党総裁選に立候補した2020年と21年会長を務めていた派閥旧岸田派に対して自身の資金管理団体から年間の寄付上限額に当たる5000万円をそれぞれ寄付していたことが政治資金収支報告書の記載で分かりました。派閥を迂回して総裁選に使ったとみられますが外部から資金の流れが見えにくくなっていました。旧岸田 岸田派総裁選前後に印刷費などとして多額の支出をしていて総裁選の政策パンフレットの作成発送などに使った可能性があります岸田総理の事務所取材に対して政治資金については法令に従い適正に処理してその収支を報告している収支報告書の記載事項は政治活動の自由と国民の知る権利のバランスから定められているなどと 回答しています。旧岸田派2日付で解散しています。で、えー、総裁選のために寄付したのか、派閥は何のために何に使ったのかなど質問にはですね、一切答えていないと言いますが、このことは富士山はどうご覧になりますか。うん。 もうあの派閥をねさながらあ悪いものであるかのようにして,って解散したわけですけど、はいええ、もう散々差使って派閥を使ってったということですね、岸田さん自身がね、ええはい、でそのちお金と派閥の力を使って総裁にまあなられたという、はい、ことですよね。ええ で一方で自民党は派閥の政治資金パーティー裏金事件を受け今回は金のかからない総選挙を掲げています、えー、政策パンフレットの発送などを禁じています、まあ、そんな中、ですね岸田総理、おととい森山総務会長らと党本部で会談し総裁選候補の高市経済安全保障担当大臣が政策を訴えるパンフレットを党員らに送付した問題について協議しました。その その結果、先の口頭注意に加え、さらなる対応が必要だという認識で一致、選挙管理委員長に検討を要請したということなんですが、この動きは藤井さん、どう感じですかこれはもうほとんど北朝鮮みたいな、ものどっちがそもそもこれ、高市さんが総裁候補として強くて、ええ、それが森山さん、はい、総務会長だとか、岸、は、田、い、総裁とかね、はい にとっては都合が悪いから、潰したいから、はあええあ、言っているというふうにしか見えないですよね。なん、ええ、でかって言ったらね、ええ、あの、パンフレット送ってるっていうのがもう分かってるのは、例えば石破さんとかね、はい、茂木さんとかね、ええ、河野さんとかね、はい、もう僕も実物、まあ、写真ですけど、ええ、見ましたけど、ええ、9月にパンフレット送っとるんですよ、こいつらはあ、はあ。 しかもね、ええ、あの総裁選があるのでよろしくって書いてあるわけですよ。あ書いてあるんですね。書いてあるんですよ。ええところがね、高市さなさんのこのパンフレットってね、ええ、これもう8月1日に 1>、はいえー、発送手配してるんですよ。ええ、で、ただ発送手配はして、もうだから事務所かって離れて、でも総裁選の影も形もない頃ですよ、8月1日なんか出ったら、ええで。内容は総裁選って何も書いてなくて、書いいいてないはい、政策パンフレットを 国政はこうだっていうこういうふうに考えるっていうようなことが書いてあるだけのパンフレットでね。えー、総裁制についてのパンフレットじゃないんですよ。はい。それで、うん、その発想が、えー、一部ね、はい、あの、9月4日って言って、その9月4日にその自民党があ送っちゃダメよと。あダメよと言う。送っちゃダメよっていうことを決めた後に届いた人が一部いるってだけの話なんですよ。えー で,でも、それも一月以上前にも発送作業は終わってるんですよ、事務所としては。えー、はい。で、しかも総裁選のことを書いてないので、これ注意を受ける必要がないっていうのが、はいえー、前回9月11日ですかね、注意を受けた時の、高市さない事務所からの回答なんですよ。はい、でしかもこれ、あの、さ高市さないさんじゃなくて、高市さない事務所ですから、ね、事務所ですね。えー、事務所が責められてるわけですけど、はい、もうそれはもう何ら法令判はしてないはい。はしていないと。はいえー ま言ってるにもかかわらず、まずはこれね、あのー、森山さんと岸田総理に、こういうなんか、然とした対応そうですね、口頭注意に加えて、さらに対応っていうことですからねそうそういやこれ、何がおかしいかって言ったらね、すで、ええ、にあの口頭注意っていう判断をして,るですしてるわけですよで、ええ、新しい追加情報なんてないんですよ、追加的な事実なんて。はいええ にもかかわらずね、また言ってきてると。はい、ええ。めちゃくちゃなんですよね。そうですね。しかも、ええ、よそは、よその人は、9月に、もう、ガンガン送ってるんですよ。西場さん、茂手木さん、河野さんね。ええ、そうそうそう。僕が知ってるだけでも、そんだけで、あともっとあるんじゃないですか、ねあ。そうですか。うん。あと、だから、あの、テープを使ってね、ええ、電話をかけるとかってしちゃダメだとかって、はい、それはダメなんですよ。生ならいいけどってね、生電話、うん、で。も、それ使って、はい 候補者とかいるんですよ。はあ、そうなんですね。それについて、全然問題言ってないですよね。えーはい、だから、高市さんだ,、えー、だけが何か不当なルール違反をやって、<ー>えー、それで勝ったっておかしい、えー、っていうことを言ってるわけですよ。これ、もろ高市さんが、えー、ああ勝利することを阻止しようとする不当な圧力としか見えないんですよ。うんはい、それ以外の解釈があったら教えてくれってことなんですよ。そうなんですね。はいうん、めちゃくちゃですよ、これ。 はい、時刻6時21分です。 時刻6時32分です今朝のコメンテーター京都大学大学院教授藤井聡さんです日経新聞です大企業と中小企業の収益力の差が開いているという記事売上高経常利益率大企業が過去最高を記録した一方で中小企業足踏み状態にありその差過去最大となりました大企業の収益を押し上げた円安のメリット中小企業には薄く 価格交渉力の弱さや賃上げによるコスト増が響いているといいます2024年4月から6月期の法人企業統計をもとに売上高経常利益率こちらを算出しました大企業の売上高に占める経常利益の割合が直近 四四半期移動平均で11.0%でした中小企業4.7%でしたその差6.3ポイント過去最大です大企業と中小企業経常利益の割合6ポイント以上の差があるという、まあ、こういう数字です藤井さんこれはどう感じでしょうか、うん、大きいですね大きいですね6.3ですからね、えー、まあただ これは中小企業が4.7で、はい、大企業が11.0ということなんですけど、はい、まあ大企業の方が異常に高くなったっていうことなんでしょうね。<ー>円安のメリットがめちゃくちゃありますからね、大企業っていうのは。はい、まあ輸出企業と非輸出企業の間に、えーまあ、開きができたと。 利益率の間に開きができたということを反映した結果でしょうね、えー、はい。で中小企業の利益率大企業ほどは伸びていません要因の一つ価格交渉力の弱さだとも言われています中小企業発注側の企業との関係を容易には断ち切れないことから価格交渉大企業よりも難しいとされています原材料が上がっているんですが販売価格への転嫁まあ、これが思うように進んでいない藤井さんこれ相変わらずという感じなんです そ、うん、うですよね,ね、えーうん、先ほどの円安っていう話もありますけど、そもそも両者の間にね、大企業と中小企業の間に利益率の差があるのは、えー、この交渉力の弱さというか、はい、あー権力の違いですよね、ね<ー>大企業と中小企業の。はい、中小企業が下請け、大企業の方が発注というか、元請け、はいえー、というようなところですからね。えー だから売り手が強いと。はい。<っ> ということになて買い手が強いてか買い買い手ですね買う <laughs> 方が強いということですね買う側が、うん、はい、ね、えー、まあこれはでも以前から言われてましてここ何とかしなきゃいけないって言うけどまあそれは口じゃ簡単に言えるけどなかなか難しいんでしょうね、まあ、デフレが激しいと競争が激しくなるからあ、はい、あ大企業は楽に中小企業は競争にさらされるということですよね、えーえー、だからデフレ打撃が必要だということですけど、はい、改めてここでもその重要性が 出てきている、ね、ということですね,ですね、はい、また後ほどお話伺います 中国の広州の日本総領事館によりますと中国南部広東省深セ市で18日午前8時日本時間の午前9時頃ですね。深セン日本人学校の男子の児童が歩いて通学途中に男に襲われました。え男の子は刺さ

まあこれ、つい先日、6月下旬ですよね、蘇州市でスクールバス襲撃事件というのがやはりありましたけれども、また起きましたね、藤井さん。うん、これは、動機は不明だという報道ですよね、はいえー、今のところ。だだかからら日本人だから狙っ たのか、えー、狙ったのがたまたま日本人だったのかこれわからない,っていうな、ね、今のところまだわかっていませんねん、えー、でも日本人だから狙ったという可能性も 否定できないから否定はできませんね否定できないからこれは不安になります、ねえー、そはい。す、ま、ね、あ、これ十分な警備をつけてもらいたいところですね,、うんうん、ねはい。で、深圳の日本人学校18日から臨時休校です、えー、各地の日本人学校でも当局が警備を強化して日本人社会に不安が広がったといいます日本政府中国政府に対し情報の提供日本人の安全確保再発防止を強く 求めました中国外務省の副報道局長は記者会見で全力で救命している外国人の安全のため効果的な措置を取ると述べましたがまあ、その時点での事件の背景というのは説明はしていませんでしたで新選手というところハイテク産業が集積し日本企業も多く進出しています反日感情は薄いと考えられていましたで近くに住む40歳代の中国人男性こんな 事件は誰も望まないと憤ったといいます、18日満州事変のです、ね、発端となった、流浄湖事件の,この発生から93年にあたる日でして、反日感情が高まりやすいタイミングだったとも言われています、SNS には、国辱を忘れるななどの投稿が相次いだといいます、これでも中国との外交問題にも影響しかねない事件ですから、そう,うん、そうですね、これは。 そうですよ、これでだからまあ原因は分からないとはいえ、日本人がま殺されかけたわけですから、はいえー、あこんなものを絶対許せないですよ、中国何してんねんということになりますからす、ねいや、こういうのはもう外交問題に全然なりえますよね。もちろんそうです、毅然とした態度が当然求められますよ、はい。さあ、それではここからは藤井さんにこのテーマで話を聞きます。 高市の政策パンフレット送付問題、岸田総理が追加対応を要請。岸田総理一昨日森山総務会長らと党の本部で会談し、総裁選。 候補のお高市経済安全保障担当大臣が政策を訴えるパンフレットを党員らに送付した問題について協議しましたその結果先の口頭注意に加えさらなる対応が必要だという認識で一致選挙管理委員長に検討を要請しました出席者の一人は総裁選の正当性が問われかねないと危機感を示したと言います自民党今月4日金のかからない総裁選を実現 するため文書の郵送などを禁止すると党内に通知しました。高市パンフレットは総裁選と無関係で、えー、送付手続きは通知前に済ませていたと説明しています。まあしかし党内では不公平だ情勢に影響するこういう批判が強まっているとも聞きます。改めてですが藤井さんこの問題どうご覧になりますか。いやこの放送のねニュースの原稿会った人もちゃんと調べてから原稿会ってもらうの困りますよね。はい。 だからこれだったら不当に高市さんが悪いことしたかのような、ね、<ー>印象が与えるようなことになってますけども、ええはい、うん、事実は違うっていうことは9月1一に公表してるんだから、ええ、間違ったこと書いちゃダメですよ、これ、<ー>この報道書いた人も。はい、まずね、だから、あのー、不当なことをしたって言って、だから昨日、 その森山さんだとか、岸田さんだとか言ったってことですけれども、はいはい、でしかも,も問題なんだから、郵送したのは8月1日なんだから。はい、8月1日に高井さんは郵送そうですよ、はいで。それはちゃんと9月11日の文書で、ちゃんと公表してるんだから。はい、高井さんサイドがですね。高井さんサイドが、はい。だって、起きた方がそうだって言ってるんだから、別に。えー、それで終わりですよ。えー、なんでそれを書いてないんですか、ここに。不当ですよ、こんなニュース。 はい、でね、だから、<っ>うん、でも、はまず一つですよね、だから問題は9月4日にあの郵送するなっていうことが書かれたわけですよね、<っ>あの通知が出たわけですよ、<っ>9月4日に。<っ>でも、8月1日に送ってるんだから、<っ>関係ないんですよ、この話は。<っ>何も関係ないんですよ、こんなもの。ええ たまたま到着したのが9月4日以降の人はいたかもしれない、はい、っていうだけの話ですからね、えー。自民党が9月4日に金のかからないせ総選挙を実現するため、まあ、文書の郵送などを禁止する、す9月4日にそれを通知したんですからね,そうですよね。8月1日に送ってるって言ってるんですよ、もう事務所の手を離れたのは。はいえー、で、それが郵送作業っていうのがまあ大量にあるから。 届いてなかったところが一部あったという話ですからね、はいええ、だからこれルール違反はしてないんですよそうなんですね改めて藤井さん、うん、その高市サイドの事務所関係者はです、ね、会見してでその送付についても説明されてます総裁選の選挙管理委員会が郵送禁止を決める前の8月中に発送作業は完了しているとで、党執行部が選挙管理委員会に高市への追加対応を検討するよう要請したことは権力者の自制を求め まあこういうふうに反発をしたと言います全くそうですよ。はい、それだけの話ですよこれは。ええーはいうん。だからちょっともう意味が分からないのこれだったらなんかねあの執行部が言ったことについて言い訳をしてるだけのようにこれ聞こえますけど違いますよ。はいうん、だから言い訳でも何でもなくてね、えー、いやそうだっていう事実を言ってるだけじゃないですか。はい、で終わりですよこの話は、えー そうですね、こんなことが報道されてること自体がね、えー、だから我々が報道すべきは、はいあのー、この選管に申し入れたっていう事実じゃなくて、はい、執行部が森山さんだとか、岸田さんだとかが、えー、特定の候補者に対して、えー、不当な嫌がらせをしているとか、不当な印象操作をするための、うん、不当な振る舞いをしているということを、糾弾する報道すべきであって。えー <で>この,の、この、許せないでしょ、こんなもの。 富士さん一方で石破元幹事長の推薦人である平議員がですね、まあ、出演した番組で高市の党員・党友票が優勢との報道をめぐって高市氏が政策パンフレットを全国の党員らに郵送したことが一因との認識を示したとで、まあ、この平議員が言うにはなんですが他の陣営は一切出していないそれが影響したとの分析もある、まあ、こう述べたということなんですがこの事実はどうなんでしょういやこの 平さん自身がねちょっと恥を知りなさい、なぜかというとね、石破、はい、陣営が9月7日にパンフレットを送ってるっていうことが、えー、それも写真でね、出回ってる、はい、ネット上でも出回ってるしね、えー、受け取ったっていう人がいる事実があるわけですよ。えー、でね、それはあの総裁選についても言及されてる手紙ですよ。はい、赤市さんの おー、書状というのは、総裁選について一切書いてないですよ。だって、8月1日なんだから、高市さんが総裁選に出るかどうかまだ分かんないんだし。ね、総裁選があるかどうかすら分かんないんだから。はい、だから、一、う、番、ん、議員の方が、 おルール違反をしてるんですよ。高市さんのルールを違反したとは、ええ、あの考えられない状況なんですよ。ええ、多分それを平さんは知らない状況でこの発言をしてるだけなんですよ。は,あはあ、はい。ええ、ま極めて不当な圧力です、ね。藤井おさらいになりますが、えー、高市事務所は8月中にもう、はい、だから、えー、郵送してる発送作業完了してる。うん、一方の石橋陣営としても9月吉日、え総裁選に言及しつつパンフレットを送付した。 ことがアップされているということなんですね。えこれじゃあ素朴な疑問です。どうしてえそのえ、岸田総理並びに森山総務会長です。か？が、この高等注意を高市さんだけにして、石破さんにはしてないかってところですね。 全く不思議な話ですよね。えー、だからまずね、あの、こういう声が出てきたから、あの、申し入れたって話ですけど、はい、それは明らかにおかしくてね、えー、新しい事実が出てきたから申し入れるんだったらわかりますけども、はい、文句言うてるやつが出てきたから申し入れたって話ですよね。ええー。 それやったら、なんか、文句言うたら、言うたもん勝ちか,か、はい、そうですね、す文句言ったもん、うのもう法治国家としては考えられない、それが1点です。はい、でね、にもかかわらず、法治国家としては考えられないような、こんな不当なね、権力者側の、これ、パワハラみたいなもんですよ。で、こんなパワハラみたいなことが起こってるんだね、かって言ったら、これは、その、 高市さんが、はい、総裁選として買ってもらったら困ると、はあ、党執行部の人が党員として、ええ、党の議員として思ったからとしか考えられないですよね自民党の中では。はい、そうですよ、だから森山さんとかが、ええ、森山さんや,や岸田さん,田さんとかちょっと分かんないですけど、ええ、高市さんに買ってほしくないと思ってるから、はあ、自分の権力を使って、ええ、不当な圧力を、ハラスメントを行ったというふうに解釈する以外の。 はい、解釈があるんだだったら誰か教えてくださいでも藤井さん、こういう事実が分かってくると、何やってんだ自民党って声も出てきますよねそう,すよそうですよ、これも、ね、えー、明らかに高市さんを潰したいという、そういう動きがあるだけなんですよ、これは。えー、そうじゃないんだったら、そうじゃないという、論理をちゃんと展開してもらいたいです、ね、そうですね、だってこれだけ意見をこう出し合ってって、公明、政大と言ってる割には、何か今、藤井さんのお話聞いてると、うんえ、どうしてここだけ叩かれるのっていうような。 それはもうネットで出回ってるのがありまし僕も持ってますからね,フ,ねファイルを、えー、ファイルを、えー、その手紙とか、はい、それ明らかに総裁選について語って、えー、これに入れてくれと、えー、パンフレットを送るとかっていうことが書かれてるわけですよだからそっちをそっちをちゃんと、えーえー、やらないとはい、はい、ニュース最前線でした時刻6時54分です。 今朝のコメンテーター京都大学大学院教授藤井聡さんです。藤井さん、あのお話途中になって申し訳ありませんでした。はいはい、え先ほどの高井さんの、うん、お話ですけれども、まあ高井さんが口頭注意されて、はい、まあその発想ですね、はい、パンフレット発送して、でまた次の何かをこの考えていると、はい、何かまあお咎めみたいなものを。でも藤井さんがおっしゃるには、うん、いやいやだってちゃんと8月にまあこれは事務所が高井さんの事務所が言っていて,、うんてね、8月中にもう発送さん 完了しているまあ、うん、中にはちょっと4日を超えたかもしれないけどそんなそんなもんですよと。おだから事務所の手は離れてるって話ですね。離れてるってことで。だからそれで口頭注意。で、その後新たに何か動きを高市サイドは見せたわけじゃないんだから、なんでこれで追加で何かおとがめを受けなきゃいけないんだというこういうまあ主張が高市サイドですよね。で、うん、一方では他にじゃあそのパンクレットがいけないっていうんだったら、えー、まあ石破さんだとか茂木さんだとか河野さんだってパン 送ってるだったらばみんなにお咎めっていうことになりますよね。うんまあ、絶対そうなんですよ、えー、ううところは高市さんだけを狙う打ちして強盗注意をして、はい、しかもそれ2回にわたってそれを言ってるわけですからねだ、えーはい、からこれはいわばねあのスラップ裁判みたいなもんでね。はあ あのー、スラップ裁判ってありますよね、えー、だから悪いことしてないのに、あいつ悪いことしたんやって訴える裁判を起こしたらね、なんか悪いことしたんかな、この人って評判が広がるじゃないですか。はい、それと同じで、高市早苗さんサイドが、特に何,何か追加的に行何かをやったわけでないのに、何回も何回もそれを言えばね、えー、あなんかやっぱり高市さんって悪いことしたんかなと、はい、いう情報が広がるじゃないですか。えー、でで重要なのははすよ今まさに自民党員たちは おその誰に入れるかっていう名前を書いて投票してる最中なんです,よそうですね。 だから、スラップ裁判をやって、やって、それで悪い印象を与えたら短期的にですよ、後でちゃんと説明が聞けたら、それで、問題なかったよって分かったとしても、ですよ一瞬だけでも悪い印象を与えることができれば、高市さんのサイドに対して、打撃を与えることができるわけですよ、選挙行動に。それが狙いなんじゃないかと、狙いだとしか考えられないですよね、このタイミングでやるのですから、今、藤井さんのお話の中でも、これ、高市さんの事務所のこの言い分 全く持って聞かなかったとしたらなんかあ高井さん事務所サイドが何かよろしくないことやっちゃったそ,それしか残らないってことですもんねそうですよだ、えー、からこれむしろねだからこの一連のね今天末を聞いて、はい、あ なんやとにかく高市さん潰そうとしてるんやって<い>それぐらい、ええ、執行部っていうのは腐敗してるんやなとか、はい、あるいはなんか高市さんを潰したいと思ってる奴らがいんねんなとかっていうことを逆に理解してもらいたいですね。えーはい、で実際他の陣営が、えー、その党執行部、はい、にいるわけだからっ、えー、て党執行部ってなんかの陣営なんだからこれ、はい、るってね。えー、だから。 その、党執行部という権力を使って高いんを潰しに来るという不当なことを他の陣営がしていると。うん いうことを理解され、ね、そこまで理解しておかなきゃダメだってことなんでしょうね。うそうですね、はい、さて今度はですね読売新聞、東京都の小池百合子知事、昨日開会した都議会の第3回定例会で所信表明演説を行いました7月の都知事選で参選を果たしてから最初の都議会に臨んだ知事は子育てや防災、女性活躍などこれまでの取り組みを強化していく考えを明らかにしました。 小池知事冒頭多くの都民から支援支持を賜り3期目の都政の舵取りを担うことになった身の引き締まる思い結果を残し東京を世界で一番の都市にする、まあ、こう意気込んだと言いますえ小池百合子都知事3期目のおこの初の所信表明なんですが藤井さんこれ今お聞きになっていかがでしょうかあ、それはもうえ 選挙買ったからり、まあ、りまますすすよよねねねねななななんんんかかか適当なことでも何ででももいい一方他の県の知事らが人口減対策として東京一極集中の是正を求めていることを念頭に小池知事は日本の活力の源泉である東京の力を削ぐ全く的外れな主張がなされているこう批判え都の人口増の多くは外国人の増加が占めているとするデータなど紹介し若者を一方的 に奪っているのではない。国内でパイを奪うような奪い合うような短絡的な発想のままでは日本は衰退すると訴える場面もあった。えー、東京一極集中と、えー、都知事的外れというふうに発言されたということなんですが、藤井さん一言いかがでしょうか。ああもうこの女は嘘ついてますな。そうですか。嘘ですな。えー、これで我々はもう東京一極集中の専門家なんだから。ああそうですね。藤井さんもう東京一極集中で授業をやってるぐらいなんだから。はい、ねえ。こんなちょろっとしてなんかつ。

取り継ぎ会社などで作る出版文化産業振興財団が書店が1店舗もない市が先月の時点で15道県の24市に上ると発表し北海道足別市千葉県白石市熊本県甲子市など指名を公表しました何かしないといけないと危機感を持ってもらうため一石を投じたとしています 発表によりますと書店ゼロの市があるのは他に茨城埼玉新潟岐阜奈良徳島福岡長崎大分宮崎鹿児島沖縄の各県です全国の書店数前回調査した3月時点の7973から7828に減少しました 紙離れが止まらない中書店ゼロの自治体が24の市に上るということですが藤井さんこちらいかがでしょうか。 まことにもって悲しい話ですし、まことにもって、はい、え深刻な問題だと思いますね。はいはい、まあその背景には、まあ,あのネットとかを使うようなスマホをみんな使うようになったというのがあると同時に、はい、まあアマゾンをはじめと、中心とした、はい、まあその本の販売ルートが確立してしまったので、はい、え書店というものがビジネス上成立しづらくなったから、はい、こうなってきたということですよね。はいうん、でもこれは本当に 本屋さんでしか、ああ、得ることのできない知的サービスというのはありますからね、はい、ネットでは得られない。えー、で、本屋さんに行って、なんか本棚を見て、あこういうジャンルがあんねんなとか、はい、あこういう作家さんがいんねんなとか、えー、あ今、こういうのが売れてんねんなとか、いう情報が得られるわけですよ。これは、ネットの検索ではわからないんですよね。えー、ですね、うん。で、えー、人間が猿でなくて人間であるための重要な装置、それが本屋さん。 それがなくなるっていうのはもう人間がしますな確かに今藤井さんおっしゃったように少し時間が空いたなと思ったら近くの本屋さんに行って自分がこれ読んでみたいなと本をまず探しには行きますがそれ以外にもいろんなこの本がありますからこれも面白そうだなとかちょっとこれ少し見てみようかっていうようなそれ大事ですものね。 それがね人間の知性の寛容教育にとってどれだけ役に立ってきたか本当にに悲しいと思うんですね、えー、そうですねバカになります日本人、はいまあ、これ例えば自分の好きな作家さんが、うん、好きな作家さんだったらね、えー、ある程度その情報っていうのは興味持ってるから入手はしてますけれどもそれ以外で「あこの人の本あ出たんだな」とかいろいろ情報っていうのもあのその本屋さんに行って初めて分かることってありますものね。うん だから、こう、民間のね、はいえー、商店とか、なんかいろいろレストランだとかありますけども、えー、そういった民間ビジネスっていうのは、えー、民間だから何やったっていいっていうわけじゃなくて、えーえー、公共的な意味を持ってるんですよ、えー、それぞれのお店が。どんなお店だって公共的な意味があって、えー、それをちゃんと保存したり、育成したりする義務っていうのが本来は政府にはあるんです。 ですけど、えー、それが、機能してないってことですよね。はい、資本主義っていうのは、良くないことがあるんですよ。うん、資本主義やったら何でもええと思うのはバカですよ。はあはあ、何でもかんでも金で買ったらさ。ええー。そうです、ね、親とか子供とか、金で買うんか。はい、買わないじゃん。ええー。はい、それと一緒にね、一緒なんですよ。何でもかんでも、金で買ったらそれでいいと思うのはバカだわ。うん。で、畜生のやることですはい。 で一方日本新聞協会によりますと去年の新聞発行部数2800万部ついに3000万部を下回りました前の年に比べて7.3%の減少です縮小ペースは加速していますウェブニュースにその地位を脅かされているのが主な要因だと言います、まあ、しかしその新聞社には重要な役割もあって情報発信拠点の崩壊ニュースの根幹を揺るがすことにもなりかねないこういう指摘もあります 新聞離れが加速しているこの動きはあこれ藤さんいかがでしょうかあのね活字というものの、はい、活字離れ本離れっていうのはこれ極めて深刻な問題です、はい、で一方で新聞離れというのは<え>活字の要素ある種類のうちの1個のジャンルの活字が離れてるだけなんですよねだからあのプロレス雑誌がちょっと先無料になったっいう話と原理的に一緒なんですはい それはね、僕はプロレスファンとしてはちょっと残念だったりとか思うことはありますけども、ええ、活字離れそのものの深刻さに比べて、あはあ、え週刊プロレスがどれぐらい売れへんようになったかっていう問題は、そんなに大きくないんですよね。大問題ですよ。それはプロレスファンからもっとプロレスファンからし、ね。してみればね、一大事だ、それは。だから、ええ、新聞発行部数の問題は、はい うん、あのそれぐらいの問題だとかま,、ねはあ、まあなるほど、えー、そういうか、ま、とにかくだけど離れなんです、ね、こちらが大きいということですね確かに今,その今、ね、あの先ほど本屋さんの話題を藤井さんにもしていただきましたけどもタブレットで見たりね、まあ、それはそれで便利なんでしょうけれども、うんうん、やはりこのと私は個人的には本当にこの本屋さんっていうのは特別なところで時間がですよ間 あるるとと行きたくな自分が全く持ってるインターネットだったら自分のこの見たいものしか検索できませんけど、うん、本屋さんっていうのはそうじゃない自分に今まで興味がなかったものでも興味を持たしてくれるようなそ,うそ,うその可能性の場所でしたもんね。そうなんですよねはいでね例えばこの活字とか手で書くとかって昔の文化っていうのを極めて重要。 で、はい、あるのは、ですね例えばスウェーデンではね<え>、昨日ニュースでやってましたけれども、あのー、子どもの教育でスマホだとかタブレットとか使うのを禁止するらしいですよ。だから、それぐらいのもんなんですよ、はい、やっぱりね、ちゃんと普通に本を見て、ちゃんとペンでなんか書いたりとかっていうのが、はい、人間の知能の発展に、自然に、えー、 役立つんですよ、えー、だから何でもかんでもネット,ネットとかその IT みたいなもんでやったらええとかものはバカだってことですよ。はい、そうなんですね。えー、今一度これはこれから増えてもらいたいですね<あ>これがそこで本屋さんも。そうですね。今正直言ってこの浜松町 界隈というかこう文化放送のそそば本屋さんんんなななくっっちゃったんでですすよねう大きいあの本屋さんがあの貿易センタービルの中にあったんですがビル自体ももうなくなっちゃってどっか移転するかなと思ったら、えー「今のところ近くには本屋さんができてないんです」となるとお隣の三田駅に行ったりだとかあと有楽町の方に行ったりだとか,うかえいうところなんですよね。新橋に小ささい本屋さんはありますけど東京,東京でそれだったらもうとんでもない話ですねそれは。 そうなんですよね、はい、それがまあ非常に今のところ残念でそうするとどうしても藤井さんの本を買うのは。 アマゾンになっちゃったりとかですね。<laughs> アマゾンになっちゃいますね。ピンポイントですから、それで便利なんですけど、残念ながら、それ以外の本をこうね、見たりってするチャンスは正直減ってしまってるんですよね。非常に残念なことです。八王子に行くと結構あるんですけど、私の自宅のある八王子にはまだまだ本屋さんは結構あるんですが、やはり場所によってはなくなっちゃってて、そこの何か周り、まあ、浜松町といえばサラリーマンがあの多いですから、まあ、サラリーマン自分 ののこの自宅のそばもしくは住んでるところに帰って本屋さんがあればいいんですけどねうんそうじゃないと何かこう知識が狭まってくるような感じもしますねいやもう確実にそうですよそうですかすはい。今朝もあなたのお周りの情報を教えてくださいメールはてらアットマーク joqr.net X はハッシュタグおはようてらちゃんでポストしてくださいたくさんのメールポストお待ちしています 時刻七時九分です。文化放送おはようテラちゃん。今朝も九時までお送りしていきます。ではこれまでに入っているニュースをお伝えします。 自民党総裁選挙の候補者9人は昨日愛媛県松山市で開いた演説会で、地域活性化策などについて議論し、高市経済安全保障担当大臣や、小泉元環境大臣は、農産品や水産物の海外への輸出を後押しする考えを示しました。 FRB= アメリカ連邦準備制度理事会は18日連邦公開市場委員会で主要政策金利を0.5%引き下げることを決めましたアメリカの利下げ決定は2020年3月以来4年半ぶりです EU= ヨーロッパ連合司法裁判所の一般裁判所は、e、EU 競争法に違反したとして、Google におよそ2300億円の制裁金の支払いを命じたヨーロッパ委員会の決定を取り消す判断を下しました。 レバノンの首都ベイルート郊外などで各地で18日新たに通信機器が相次いで爆発し14人が死亡450人以上が怪我をしました機器はイランよりの民兵組織ヒズボラが使うトランシーバーで日本製だとみられます通信機器の一斉爆発は17日のポケットベル型に続いて2日連続となりました 東京都営地下鉄と都電の車両で車輪と車軸からなる臨軸の組み立て作業時にかけた圧力を東京都交通局の基準内に収まったように記録を改ざんする不正が車軸467本であったことが分かりました。 また、東京メトロでも、車内基準を個数圧力をかけていた車軸が、二百二十五本あり。問題はさらに広がる可能性があります。昨日は東日本から西日本の広い範囲で厳しい残暑となり。東京都心は最高気温が三十五点一度で、千八百七十五年の観測開始以来。最も遅い最高気温が、三十五度以上の猛暑日となりました。 続いてスポーツですプロ野球の結果パ・リーグ西武対オリックスは3対1で西武楽天対ロッテは8対1で楽天ソフトバンク対日本ハムは3対0で日本ハムソフトバンクの優勝へのマジックナンバーは5のままです。 セリーグヤクルト対広島は5対4でヤクルト中日対阪神は8対3で阪神巨人対 DNA は2対2で引き分けましたこの結果巨人に優勝へのマジックナンバー9が点灯しました 1976年モントリオールオリンピックのバレーボール女子金メダリストで2021年東京オリンピック・パラリンピック組織委員会で副会長を務めた荒木田優子さんが亡くなりました。70歳でした サッカーの1990年ワールドカップの得点王で J リーグのジュビロ・イワタでもプレーした元イタリア代表フォワードスキラッチさんが18日亡くなりました59歳でした2年前に血腸がんを患って闘病していたということです以上ニュースをお伝えしましまた時時刻7時13分です 時刻7時16分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授、藤井聡さんです。ニュースピックアップ、こちら。日経新聞、FRB0.5% の大幅利下げ決定。 FRB ・アメリカ連邦準備制度理事会は18日の FOMC ・アメリカ連邦公開市場委員会で通常の倍となる0.5%の利下げを決めましたエコノミストの多くは0.25%の利下げ幅を予想していましたが同時に公表した経済見通しは年内残り2回の会合でさらに2回分合わせて0.5%の利下げを予測する内容となりました 利下げは4年半ぶりです政策金利の指標であるフェデラル・ファンド金利の誘導目標4.75から5.0%としました直前の金利先物市場は6割が 0.5%4 割が0.25%の利下げを織り込んでいましたゴールドマン・サックスなど大手金融機関のエコノミストはおおむね0.25%を予想していましたアメリカの金利利下げ 藤井、えー、さん、改めてどう感じでしょうかいや、もう当然来るものが来たっていうだけの話ですよね、その幅も、はいまあ、0.25じゃなくて0.5と、そういうこともあるよなと。 僕はまあこういう乱高下させるね、えー、FRB のやり方っていうのはちょっとどうだろうと思いますけどね。もともとこれは、はい、あの、内需主導で物価が上がったり下がったりしてたわけではなくて、コストプッシュインフレ型でインフレだったのに、はい にもかかわらず、コストプッシュの側面が大きかったにもかかわらず、さながらそうでなかったように、内需でインフレが進んだり、止まったりとかしてるかのように、 金利だけでやっていたっていうのは、これちょっと、あり手に言うと、こいつゃアホちゃうかとか思いましたけど、えー、まあもうこんだけ上げてしまってるから、下げなしょうがないですよね。はい。だからまあ、下げますよね。はい、で、FOMC の声明で、雇用の増加ペースは鈍化して、失業率は上昇したものの、低水準を維持しているといいます。で、インフレ率2%の物価目標に向けて、さらに進展しましたが、まあ、依然としていく分高止まりしていると説明がありました。FOMC MC 最大雇用とインフレ率2%を長期的に達成することを目指しています、えーまあ、FRB 自体がですね雇用の最大化と、えー、この、えー、と雇,用雇用の最大化と物価の安定です、えー、でこの FMC o ですがインフレ率が2%に向けて、えー、持続可能な形で推移していると、まあ、こう確信を深めていて雇用とインフレの目標達成に対するリスクはおおむね均衡している ここのよううに判断していいるということなんですね今後のアメリカ経済ですけれども、藤井さん、現時点ではどういうふうにお感じでしょうかいやこれはもうだから長、長らくね、えーあのー、金利をずっと上げてきてましたから、はいえー、これがものすごい経済にダメージを与えてますからね、えーうん、そのダメージは、だから僕はちょっともう、もうやりすぎだと思いますよ。はい、だかかららこれアメリカ経済は厳しくなる しかもな、なるでしょうね。えー、なっっててしまってますよねとなれば、まあ日本、日本への影響ももちろんですからね、うん、これ、ね、甚大ですよ、それは、はいえーはい。となれば、日本政府はしっかりと対応していかなきゃいけないという。内容、うん、ね、拡大していくしかないですけど、次の総裁が誰になるかで全然変わってきますよ、はいはい。続いてはこちら、読売新聞、景気判断9月末置き、岸田政権、デフレ脱却ならず。 政府は昨日岸田総理の下で最後となる9月の月例経済報告を公表しました国内景気の総括判断について一部に足踏みが残るものの緩やかに回復していると据え置きました岸田政権が目指したデフレ脱却宣言は実現しないまま終わりを迎えることになりました岸田政権のデフレ脱却宣言実現しませんでした改めて富士山岸田政権の経済政策 振り返ってみてみいかがでしょういや、始まった時はね、はい、あの、所得倍増だとか、分厚い中間層を作るだとか、えー、新自由主義からの転換だとか、はい、立派なことすごく言ってたんですけど、何一つやらなかったわけですよね。えー、で、結局やったことは何かって言ったら、増税メガネ路線ばっかりだ、で増税ばっかりでしょ、はい、で、全然禁縮財政を全く持って続けてただけですから、はいえー、そりゃ、 デフレ脱却なんてできるはずがないですよ。はい。岸田、うん、政権の経済政策は最悪だったですね。うん、はい。まあ、今回これ読売新聞からご紹介しておりますけども、記事も小さいですね。えー、ああ、そうですか。いや、本当に小さい感じですね。うんえー、まあ ねえだって、本来だったら、もっともっと批判されてもしかるべきところじゃないですか。そうですよ。デフレ脱却しますって言ってたのがね、ならなかったんです全然できなかったんですから。そうですね。えー、せっかくコストプッシュインフレというね、あのデフレ脱却にとっては、はい、デフレ脱却にとってはですけどね、はい、コストプッシュインフレっていうのは、行幸、ラッキーなことだったんですよ。ええー。そのラッキーを全く活用できなかったわけですよね、文雄<ー>さんは。はい、うん。これはもう、万死に値しますよね、本来は。ええー。 でも、でも読売新聞ですらというか、読売新聞は、全くそういうふうに思ってなくて、あ、はい、こうでした、みたいな。うん、今日はちょっと、あの、あの、曇りですね、ぐらいの感じで。あ,あ、そんな感じですか。うん。で、フレ、はい、かインフレかって。まあまあ、曇りかな。うん。ちょっと気温が2度上がりましたね、とか。はい。 そんな感じの報道ですよね,、えー、すねこれじゃ日本は良くならならいでその岸田総理ですが関係閣僚会議で経済の正常化に向けひたむきに取り組んできたデフレ脱却が視野に入っている今こそ正念場だと強調およそ3年の在任期間を振り返り高水準の賃上げといった実績を強調した上で日本は市場経済が本来持っているダイナミズムを取り戻しつつある<え>賃上げと投資 が牽引する成長型の経済を実現させなければいけないこう述べました9月の報告では倒産件数の増加傾向に落ち着きが見られることを踏まえてこのところ増生が鈍化している、えー、と2021年3月以来42ヶ月ぶりに、えー、情報修正しました、えー、デフレ脱却への道筋新しい総理大臣に引き継がれる、えー、ということになると思われるわけですがあら 改めて、えー、新政権に求めること、藤井さん、何でしょうかまあ一言で言って、高圧経済なんですよ。はい、高圧。はい。うん。だから、要するに、供給よりも需要の方が幾分高いという状況をずっと持続し続けること。はい。これです。えー、で、そのために、政府がしっかりと国債をすることに、を躊躇せず、はい。必要な財政政策を拡大すること、これです。で、えー、これに関してね、千葉、はい、さんはやるかって言ったら、もう絶対やらないですね。そうですか だって彼がこれまで言ってきたことは、だって60年召喚ルールは、撤廃しちゃダメだとか、減税しちゃダメだとか、彼はずーっと、禁縮財政をずっと言ってる禁縮能の方ですから。はい、小泉慎次郎に至ってはですね、もうあの、えー、んで、で、ほれ食べれんのみたいな話ですから。<laughs> ね、え、それってちょっと、大きいのちっちゃいのえ、ていうか、それ、え、あれ、 遠足とか持ってっていいの <laughs> とか、まあ、そんな感じですからね。<laughs> はあ、無理ですよ、そんなに。ええー、はいうん、それができるのは、あの、9人の中で高井さないさんぐらいですよね。なんですね。うん。でも今のご指摘のこの石場さんのです、石場さん国際が嫌いなんですかね嫌いなんです。嫌いなんですかだ、嫌いなんです。んですでええ。 国嫌いなんですそうですか、ね。うん、いや、でもそれって、まあ、私も以前はそうでしたけれども、うん、いや、これって借金だから良くないよね、みたいな、なんかそんなことなんですかね。うん、そういうことですね。は<ー>そうなんです。もう単にそれだけなんですよ。えー、いや、ね、借金は返さないといけないんだ。えー 家計と政府は違うっていう、この差というよりもイメージで言っちゃってるって感じなんでしょうかね。そ,それがね、えー、もう分かったと思えるような形跡は僕は今まで一回も見たことないです、ね。そうですか。うん、今回デフレ脱却とか言ってるんですよ。えー、デフレ脱却とか言ってるんですけど。言ってるんですよね。でも国際嫌いなんですよ。はぁ、あ。ダメだよ。でもデフレ脱却が必要だよ。はい、でも国際はダメだな。 はい、っていう、今までの岸田さんと同じですよ。あ、そう、あ、同じ感じなんですね。うん、そうです。だから、岸田さんの増税メガネ路線を、石破さんは踏襲するでしょうね。え、はい、新次郎もあれですよ。えー、あの、経済やって、えー、財政再建なし、みたいな。はい。財政再建のための経済成長が必要だとかって言ってるんです言い始めましたよね。 なんか、それだけ覚えたんですよね、最近そのセリフは。覚えた。でもそれ、自分が何てるうかも分かってないでしょうし、そうするためには何したらいいかはもっとも何も分かってないでしょうね。はい。そうですか。そんなもん喋ったらすぐ分かりますよ。はい。何も答えないんだから。はい。そこがだって藤井さん一番大事なところですもんね。そうです、そうです。経済成長というところで。そうなんですよ。でそれ、賢い人は、傾聴が分かるんですけど、馬鹿は傾聴が分かんないですからね。そうですか。うん。だから、 新次郎はバカかどうかをみんなでちゃんとチェックすればいいんですよ。はい。ろいろ質問してないんですよ。ええ、はい。3たし7は9え 9! <っ> <laughs> いや、10だ <laughs> だからいろんな質問してね、あ、こいつバカ。え<っ>、質問してないんですよ。はい。あ、こいつバカだなと思ったらもう、捜査<っ>らんじゃダメですよ。はい。で、もうすでに公開討論でいろんな質問されてんのに、一つもちゃんと待一、ま、つもとは言わないけども、<ぁ>変な答えいっぱいしてるじゃないですか。はい。 その、中心部分じゃなくて、外側みたいな感じの。そ,そ,そ,そうです、そうです、そうです。話し方ですよね。そうです。G7 で、え,ー、えどうするんですかうん、はい、トルドーさんはね、総理大臣、首、え、相、ー、になった時43歳だったんだ。僕と一緒ですね。<laughs> <laughs> <laughs> だから仲良くできますよ。<laughs> <laughs> って言ってるっていうのお父さんここにバカが一人いるよお父さん <laughs> <う> <laughs> バカバカいるよ、えー みたいな話じゃないですか。そんなばっかりですよ。そうなんですね。うん、今一個だけ言いましたけど、僕はこれ、今朝公表した原稿に、それをいっぱいまとめて書いてますから、もああ、そうなんですか。あそうですね。今のちなみにトルド首相も52歳になってますしね。今となってまそう大事になった時43や。そうなんですよね。その、だから年の違った人と同い年で、それよく考えてみると、だから何ですかっていう感じですものね。えっとね、うん、僕はね、 キム・ジョンともね、投資が近いなら、同世代だな。お父さんも合ってるしね。うまくいくと思うね。行くかを知らんのか来たな。というね、感じですから、どうなっていくんですかだからデフレ脱却なんてできるはずがない。デフレ脱却が彼のおかげで高圧経済が実現して、ちゃんとできたら僕はもう、巨大やめてやる。 いやいやいや、そ <laughs> <laughs>、うん、う僕はそんな重要な予想を間違ったんだから。はあ、はあ。めや,やめてやる。やめてやる。でもいいじゃないですか。僕がやめたってデフレ脱却できてるんですからねああ。そうです、そうです。世幸せなんですか世の中で、でもそれは、でもちょっと、えー、藤井さん、それは非常に残念なので、やめましょう、それも。やめてやる。で, <laughs> で、ちなみに僕はやめる必要は絶対ないと思っんすあ,あ、そうですね。 そうですね、うん。やめるはず、はい、やめれる状況を作れるはずがない。ああ、そうなんですね。そんな、すんずごとぎに。えー、そんなもの。はい。でもやめてやる。そうですか。絶対やめてやる。はい、絶対できないから言ってやる、はい。はい。続いてはこちら。日経新聞。岸田総理、資産運用立国の継続表明へ。ニューヨークで投資呼びかけ。 岸田総理は21日からのアメリカ訪問に合わせてニューヨークで日本への投資を海外投資家に呼びかけるといいます岸田政権が掲げた資産運用立国の実現に向け自らの総理退任後も日本政府として推進すると表明する方針です 岸田総理アメリカブルームバーグの本社で開きますパネルディスカッションに参加します企業幹部から資産運用立国の成果や日本市場への評価を聞いて総理自身が英語で挨拶すると言います、えー、インベスター岸田ですよね岸田政権が掲げた資産運用立国 <laughs> これ富士山どう評価されますかいやもう売国立国ですよはあ 売国って立国じゃないから。ええー。それ資産運用売国ですよ、これ。資産運用立国じゃなくて。はあ、売国ね、売る方法。売国ですよ。だって資本買ってくれってことでしょはい。ほれで、うん、外国人がそれ買ったら、それ我々が働いて得た利益は株主に吸い上げられるんだから。はい、えーうん、え。ええー、僕はね、うん、奴隷が好きなので、うん、ええー、しっかりね、植民地になりたいんだ。うん、だからね、資本主義のルールの中で、うん。えー えね。ええ、株を買って、はい、えー。僕たちをね、ええー、豊かにしてもらいたいっだからならへんねんだから。<laughs> お<前>そうですね。僕はね、奴隷でいることが好きなんだな。<ー>うん、だからね、えええー、だからちゃんとね、たくさん買ってちょうだい。は,はい。ちゃんとあなたの言いなりになるから。 ええー。まあ確かにだってね、その資本買うってことは、えー、その意見も言えるってことですからね。そうですよ。だから資本、えー、だから奴隷になるってことですよ、資本。ね、だって資本主義なんだから。資本持ってる人偉いんだからね。そではい。ねはい、これで、ね、えー、資本いっぱい買われたら、はい、そんなものを奴隷になるに決まってるじゃないですか。ねえ<ー>。岸田さんのこの宣言っていうのは、奴隷になりたいよう宣言なんですよね。うん、はいで。それ誰言わせるかって外国人に言わされとるんですよ。はあ、そうですか。本人の考えというよりは。 うん、で、本人は何も分かってないですよ。<ー>いや、新次郎さんよりはマシですよ。えー、新次郎さんよりは。それ、えー、だ,だって、あのー、外交はどうするんですか え、いくつだったっけない年 <laughs> あ、それやっていけるんえ、五つりそれじゃダメだなそんなバカちゃいますからね。<laughs> そうですね。岸田さんは。はい。だから、そこまでのバカじゃないとは思いますけど。えー、はい。えー、うん。だから、論外だから、信次郎。ああ、そうなんですね。ねその、置いといたら、信次郎さん置いといたら、やっぱ岸田さんもやっぱ大きな問題があったと思いますよ。えー、はい。あ、でも、懐かしいな。岸田さんの悪口言うの、えー、そうです、ね。もうそれも意外なくなると思うとも。そうです、ね。もうそうです。悲しくて悲しくて。<laughs> そうです、ね。<laughs> 悲しい。 悲しいはもう、伝統芸だったのにも、はいね、伝統芸だったんです、ね。伝統が。伝統がなくなってしまうじゃないか。岸田さんの悪口が言えない。えー、おはよう、テラちゃんなんて。はい。やいや、フリップ入れないコーヒーみたいなもんだ。藤井さん、安心してください。いろいろ出てくるはずですから。はい、出てきまいすかいろいろやだないや。いろいろ。やだな。新たな芸が出、できると思いますよ。<laughs> や,だやだ、やだ。本当はそれは日本のね、ためには良くないんでしょうけども。えー、藤井さんにとってはいろんな芸が磨かれるんでしょうね。<laughs> えー、はい。 続いてはこちら、はい、日経新聞、日鉄買収計画を再申請、アメリカ政府が日本製鉄によるアメリカ鉄鋼大手、US スチールの買収計画についての審査を再び受け付けることが分かりました、審査期間が90日延びることになります、可否の判断、11月のアメリカ大統領選挙の後になる公算が大きいといいます。 外国企業によるアメリカ企業の買収について審査する対米外国投資委員会がこの日本製鉄の再申請を認めましたこれによって日鉄審査の申請を出し直しますこれまでは23日までに審査を終える予定でした日鉄にとって買収計画が政治問題化することをひとまず回避できることになりますけれど藤井さんこの動きいかがでしょうか うん、まあ、それは。 これは US チールの方でも、そのでうが合理的だと言っている声もあるぐらいですから、政治的な思惑はあるんでしょうけれども、ああ経営判断として、日鉄にしても買おうとしてるんですからね、これはっ続きしまあ、ねはいはい、そうですね、でこの対米外国投資委員会、先月ですね、うん、買収はアメリカの経済安全保障上の懸念があると日鉄に伝えていました。でそんな中で今月初めバイデン大統領が 買収中止を命じる方向で調整に入ったたと欧米メディアが報じましたで買収めぐってはですねバイデン大統領に加えハリス副大統領、民主党ですねあと共和党のトランプ前大統領からも懸念反対の声が出ていましたで買収の承認経済安全保障上の懸念を払拭する必要があると言いますでその懸念の1つがアメリカの鉄鋼生産能力の縮小です台北外国投資委員会、えー、この 日本製鉄とインド市場の関係を問題視していると言います8月日鉄に送った書簡で日鉄がアメリカの生産をインドに移す可能性があると言及していたとインドは中国に次ぐ成長市場で日鉄現地の製鉄所を買収し投資を続けています対米外国投資委員会買収後に US スチールがアメリカに持つ生産拠点をインドに移していくことを懸念していたということなんですね で日鉄およそ2兆円の買収金額とは別におよそ3800億の追加投資で、US スチールのの老朽設備などの更新を公表していますアメリカでの生産能力を維持していく方針で、理解を得られるかが焦点となるということなんですが、まあ、これ、今、私がお伝えした通り、インドの方に移っちゃうんじゃないかという心配を、むしろアメリカ側がしていたという、どうもこういうことのようですね。そう ねじゃあ、うん、あの、これ、買収しなくて、US チールに任せてたらどうなるのかっていうことですよね。そうです。はい。うん。この3800円の通貨投資もないでしょうし。はい。えー もう工場一つ閉鎖予定ですし、あと従業員もこれもカットしていくという、うん、まあそういうことで、うん、まあこれはあお互いに良かったねという、この、うん、計画だったはずなんですが、うん、まあ政治にこう利用された部分がありますよねっこやっぱり鉄は国家なりっていうぐらいですから、センシティブになってるんでしょうね、アメリカの方もはいはい はい時刻7時36分になるところです。時刻7時37分です。 今朝のコメンテーター京都大学大学院教授藤井聡さんです読売新聞です公明党新代表に石井圭一幹事長が就任することが決まり党政拡大に向けた手腕が早速問われることになります党内には党の顔が変わることによる刷新への期待感もありますが次期衆議院選挙での人党式自民党との選挙協力体制の構築などが焦点です 石井氏は次期衆議院選挙で比例選挙区から埼玉14区に転出代表と自身初めてとなる小選挙区候補者という二足のわらじを履くことになります。 石井氏代表が全国の同志を応援するのは当然だ私自身も必ず勝利すると強調しましたが党内からは選挙の指揮など党の運営全体に目配りすることは難しいのではないかという声も出ています公明党新代表は石井圭一氏が就任ということですが藤井さんこれはどうご覧になってますか うん、石井さんはね、はい、あの、これ国土交通大臣を得られた、はい、あ方で、え,えっと、東京大学の土木工学科卒業の、 方で、ええ、えとよく知ってるんです僕、石井さんは。はいうん、国土強靭化とか、インフラ政策でもいろいろと議論、ご一緒したことがある方で、ええ、私は非常に、あのー、見識のある、実力のある政治家だと、はい、思っていますし、党<え>をまとめていただけるっていうのはの、とてもいいことなんじゃないかなと思いますよね。はい、選挙のことはちょっと僕はよくわからないんですけれども、えーはい、能力として性のに高いこなんだなと僕は思いますね。えー えー、あのご本人がまあインタビュー受けていてあえてこの欠点はと いうところで真面目すぎるところですかねとおっしゃっても真面目ですかやはりこの方は真面目な方ですねそうですか真面目な方ですまあ典型的な土木の方ですわあ真面目真面目な方なんですようんはいでこの自民党あそうなんですね自民党との選挙協力に関し過去の発言との整合性を問われる可能性もあります石井氏去年5月え次期衆議院議員選挙をめぐって東京の小選挙区で自民党の 調整難航した際自,公自民公明の信頼関係は地に落ちたたと発言しましま自民公明両党その後選挙協力の再構築を文書で確認しましたが自民党の関係閣僚経験者からは優等とは思えない発言だった、まあ、こういう声も上がっていてしこりも残ったままだという発言もあります自民公明信頼関係地に落ちた、まあ、この発言をされた方だということなんですがそれ だけ立腹だ、ね、だったででしょうねそう,でしょうねねそ、えー、からあの、今までの約束を耕えた、はい、あという認識が石井さんの方にあったんでしょうね。えー、だから、あれですよ、だから最終的に公明党としてはいや、もう約束が守れないんだったら協力はしない、はい、という、えーい、それでいいんだったらもうそれでいいと。えー、我々もそれであの大きな 打撃を受けるけれども構わないという。ええ、だから自民党に打撃を与えるだけではなくて、ええ、自分に対しても覚悟を示した打撃を受けてもいいという意味での発言だと思いますよ。ええ、そうですね。それを通してお互い協力しようじゃないかというより深い信頼を求める発言だと僕は思いますけどね。ええうん、表面的に。 なんか、すごい石井さんのこと、僕、めっちゃ弁護してますけど。うん、だから、別に、あれですよ、別に、あの、直接関係あるわけでも何でもないですけど、よくは知ってはいますけど。でも、だって、これは、あの時、僕、覚えてますよ。すごい覚えてますよ。自民党と公明党の間で揉めてたこととかね、これ石井さんが言ったってこと、僕、ちょっと忘れてましたけど。でも、地に落ちたの、私も覚えてます。この発言は別に僕は、まあ、ありな発言だなと、僕は思いましたけどね。 時刻七時四十一分です。時刻七時五十四分です。今朝のコメンテーター、京都大学大学院教授、藤井聡さんです。 兵庫県の斉藤知事に対する不信任決議案が今日開会の県議会に提出されます即日採決により可決は確実な情勢で告発文書に端を発した斉藤知事をめぐる一連の問題大きな節目を迎えますこれまで議会各会派からの辞職の要求にも首を縦に振らず続投を強調してきた斉藤知事です議会解散権を発動するか一旦身を引いて有 権者に真を問うか、け制を左右する次の一手、注目されています。 斉藤知事昨日不信任可決の見通しについて記者団にどのように対応していくかこれからしっかりと考えていくと話しました自身の決断を留保しつつも憲政改革を止めないで前に進めていくということが私の責任の果たし方だと述べて前例なき議会解散も否定してはいませんでした斉藤知事に対する不信任決議案が今日提出ということなんですが藤井さんこれは 今のまことに残念な展開ですよね、ですからここ、ことここに至るまでの間に、えー、関係者間が信頼関係を、はい、で話をしていれば、ハラスメントもなかっただろうし、えーえー、で変なあその犯人探しみたいなこともなかっただろうし。えーはい ってこことででですすすからねね、えー、れは誠にもって残念ですがそうです、ねはい、ただ<あ>こんな残念な人間を選んだのは兵庫県民あなたたちですあ確かにそうですね。や、あのー、めさせりゃええと思うんじゃなくて、えー、自らの恥と考える、はいえー、必要が僕はあると思いますね、はい。選んだのはだって市長選挙があったわけですからね。 知事、県知事選挙があったわけですからね、えーまあ、その1票を入れた方々、一言じゃなくて、自分たちだということですね、えー、兵庫県、これからどうなっていくのかというところ、まあ、いずれにしても今日ですねえー、県議会に不信任決議案が提出されるというニュースですね。すねうん、めちゃくちゃゃくなるででしょうね時、うんはいはい、時刻7時56分です